ハッピー、ラッキー、ラブ、スマイル、ピース、ドリーム、アルビレックス、イエイ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 と、アルビサポッチです。今日はアルビの東海なんか話していきますよ。イエイ。はい、まあ、と感じで、焚き火っすね。焚き火しながらなんかアルビの話もしましょうよっていう回、いいでしょう。そう、ただ思った以上に焚き火に近づけないぐらい暑いっていうのが分かりました。かなり暑いんですよ。かなり暑いんすよ。まあそんな中で、ミカさんの声が遠くなるかもね。ミカさんがそうすると俺のでまあ9割ぐらい俺が喋るんだろうけど、ね、まあそんななんですよね。ちょっと上に貸しようかね。すげえファイヤー。わお、ほら上、うわ、この上のやつもう霊的現象に見えるね。霊的現象になるのかな。まだ怖い。何ですか、ミカさん。今日何話すんですか。今日はレディース、はい、そうね、レディースのね話やっぱりしていきたいんですよね、って思ってね、まあ、さっきハイタッチ、8月27日にとりあえずカップ戦からスタート、新潟市の陸上競技場ですね、からするんですけど、それのので、チラシをこの昨日ですね、12日にもらってて、そこの、表の裏、表の裏じゃない、表の右下のところ、ね、こんなことありますよみたいなのが書いてあったんですよ。で、それが何かなっていうと、まあ、試合後の、なんだファンサービスいろいろあるよっていう部分のやつなんですけど、それでどんなのあったかなと思って、なんか撮影しちゃうのあるかなと思って、あったな、アイナ神戸戦だっていうので、さっき俺自分の動画って炎上した時ですら見直さないんですけど、初めて見たんですよ、あのアイナ神戸戦、そうそう、無敗のアイナ神戸戦見直したらめっちゃ笑った。やばかったね。いや俺 YouTube で過去一笑ったかもしれないぐらい笑った。もうちょっとね、私たち面白すぎるわ。すげえどんくさいの俺ら。まあそのシーンで勝利後ハイタッチをやるんですよ、まあ、ぜひ見てもらいで、この面白かった理由が、すごいひどい動画、怒られるやつ。それをそのまま流しちゃうっていうね、この素人感なんだけど、ね、楽しいと思う、まあ、距離は近いよね、距離は近い、本当に近いんで、男子よりはね、多分すごく嬉しいっていう人もいるだろうし、多分ね、なんだろうな、楽しいよ。楽しい、すげえ楽しかったね。近いし、みんなでハイタッチして終われて、ハイタッチしたりとかで、で、ほんと目の前でさ、選手目の前にして、そう、選手がね、愛してる新潟とかそうそう、多分、N のゴール裏の最前列にいる人の感じになれるね、最前列、やっぱり N のゴールだとやっぱりあんまり行くことってないけど、でもそっから手伸ばしたらさ、そう、下から手を伸ばした選手とさ、ハイタッチができる、ハイタッチができるっていうね、最高だよね、まあ、そんなんもあったりして、いやマジいいなっていう、ナイスゴール、ナイスゴール、全然もうねすごかった。いやマジでね、動画見たらすげえ面白いと思う、一度見てちょっとさかのぼって、マジで笑えるね。5月3日だった。5月3日、あそっか、連休の時か、そうだそうだ、そんなね、あ面白い、面白かったな、面白い、そして本当に暑すぎてやばい、暑いね、はい、ちなみに今日顔が暑い、今日8月13日なんですけど、まあ、今日なんでこんな日に焚き火してんのっていうお盆じゃんみたいな感じなんですけど、まあ、お墓参り行ってきて、ただそれをで、あれ、なんとか流星群が今日だと、今日がピークですってなってたんで、あ、流星群とかって見る機会ないなと思って、ここ最近だとずっと晴れてたし、これ見れんじゃんみたいな、
焚き火するっつって、ね、でもよく考えたら焚き火してたら目が焚き火に慣れちゃうと星見えなかったねとかもあるんだけど、そもそもそう外空がすげえ曇って星が数個しか見えないっていう状態でした、ね、これはどうなんだろう ね全然見えなかった見えない、見えないね、見えてない、今ぐらいだったら見えない、今ぐらいだったら真上を向いてても星が5個しか見えない、うん、でも流星群なんか14日の目とか、うん、だっけ今日の深夜ってことね、深夜まではいません、俺明日仕事です、じゃあ家帰ってまた見れるかもしれない、そうかもしんないね、そうまあね、あと何喋ろうかなと思ったんだっけ、まあ、リリース見どころの見どころっていう部分で、まあこれ多分見どころってあの男子トップチームでもやっぱりみんなあの選手良かった、 A 選手が良かったって言えば人もいれば、うん、A 選手が悪かったっていう人もいて、うんうん、多分なんて言うんだろうね、見てるところが人それぞれすごい違うよねっていうのであって、そのつなぎを見ている人もいれば、そのある一時のワンプレーを見る人だっているし、うん、前後とかを見る人もいれば、やっぱパスがめっちゃ好きっていう人もいるし、やっぱゴールシーンが好きっていう人もいるし、もうディフェンスのあのカバーリングがもう半端なかったっていう人もいれば、いろんな人がいるからあれなんだけど、じゃあ普段トップチームを見ている人がレディースの試合を見てどう思うのっていう部分で言えば、確かにレディースとトップでは違いってすごく大きくあって、でね、やっぱりそうスピード感っていう部分はやっぱ全然違うなって思うし、勢いとか、球際の激しさであったりとか、それはやっぱり違うなっては思う。うわ、めっちゃ燃えた。ファイヤー。そう、すごくそれは思うんですけど。逆に同じフィールドで女子もやるっていう部分があるじゃないですか、うん、その中でやっぱりスピードっていう部分は男子の方が勝ってる、うん、で パススピード、あとはパスの ロングフィードの距離とか、うん、まあその全てにおいての部分ではやっぱり男子の方が上なんだけど、うん、その分じゃあ女子の方は何があるのかっていうと、やっぱスペースっていう部分がやっぱり男子よりもある。でそのスペースをどういう風にしてなんていうの、攻めるのか、うん、で守るときはそこを埋めていくのかっていう部分にもなるし、うん、そのねフィジカルとかもね、また男子と女子でもまた全然あるから、 その部分もまた見どころでもあるんじゃないのかなって思うんだよね。うん、面白いよね。面白い。女子の方がまあ丁寧な部分もあったり、うん、丁寧って言ったらいいんだけど、なんていうかね、なんていうんだろうね、そう、なんか言葉で表現するの難しいね。言語化ってやっぱ大変だね。そうだ、大変なんだけど、結構女子熱いよっていう話なんですよ。女子ね、マジでね、面白い。なんだろう。まだまだ実際戦術っていう部分は男子に比べると俺は劣ってるなとは思うんですよ。ここは思うけど、なんうわーパチパチ言って怖いね。まだ熱い、大丈夫、あこのぐらいならいいか、思うんだけど、その分、うん、なんだろうな、なんていうんだっけ、なんていうんだっけ、なんていうのかな、空回りして負けるっていうシーンはない。なんだろう、その戦術で負けた時とかって、あなんか不完全燃焼みたいのが思う時が、うわー虫が来た、蚊がいる、
あったりするんだけど、女子だと結構そこの部分はまだ少ないんじゃないのかなって思いますね。あ、本当。で、はい。思いっきり火の中にね、入れちゃうというね、そういう新スタイルですよ。ついたけど、もっとがっつりとね、入れたいよね。なんだろうね。で、これからそのどん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 戦術がつきそうなんだよね。なんかね、俺はそれを今回すごく思ったんですよ。で、まあ、なんでそれを思ったのかっていうと、みんなこの中で多分川澄ちゃんの入団会見は見た人すげえ多いと思うんですよ。そっちの入団会見はすごく見た人は多いけど、じゃあ実際もう他にも2人入ってるじゃないですか。杉田亜美選手と、石田千尋選手。そう、杉ちゃんとちいちゃんねその2人が入ったんですけど、その2人の入団会見見ました？あれすげえ神回なんですよ。あれは本当、まあ多分レディース応援している方は見てるとは思うかな、見てるかな。意外となんかもう埋もれてそうだよね。埋もれてるかもしれないんですけど、もしもまだ見てなかったらぜひ見た方がいいっす。すごい熱い話を監督がしてくれるんですよ。そのそうなんだよね、これから。そう、監督がこれからチームを作っていく上でどういう風にどういう風な気持ちでやろうかっていう部分ので、監督が一つの目標として出した明確なことがあって、Weリーグで、トップ3を目指そうっていう部分だったんですよね。で、その話をした時に全選手が目指したいっていう部分になったっていう。俺これすげえ熱いなって思ってるんですよ。やっぱ明確な目標をしっかり出して、その今のトップ3はレッズ、アイナック、コーテ、ベレーザ。そう、調べればよかったねこれね。そう、まあ、多分どこかな、そこかな。まあまあまあ、がっつりの2強があって多分ベレーザじゃないかと思うんですけど、そこに食い込もうっていう話をしてたんですよね。いや、めちゃくちゃ熱いなって思うんですよ。それを最初の、そう、一番最初にして、で今回の監督はずっと今治でチームを作るをやっていた方で、いやー、なんか熱いなって、楽しい意味で仕方なくないかこれって。監督自身も新しいことにチャレンジしたい、チャレンジ精神がすごいあるからっていう風。ああ、風来た、涼しい、涼しい、そうっていう風なんだったんですよね。いやー、いいよねっていうね。みんなの気持ちをさ、一つにして、そう、これ一つにして、一つのみんなでもその目標に対して、じゃあ自分には何が足りないのか、で何ができているのか、で今何を伸ばした方がいいのか、でそれが伸びやすいのか伸びにくいのかもあるし、じゃあまず優先的には何をしなきゃいけないのか、で試合中には優先することは何か、多分これをみんなで共通してできると、やっぱりまだチーム力としては勝てない部分はあるかもしれない、でも一体感っていう部分では勝てるんじゃないのかっていうことだなって、特に今回のアイナック神戸のうちらの動画を見ると、あの時ってなんか俺は動画内でもう試合内もあんまり覚えてないぐらいだったの、0-0だったよなっていうの部分で、それは あるんだけど、あの時って5
5人交代できるのになぜか3人しか交代してない2人残しっていうね、そんなのをやっても勝てる。しかもめちゃくちゃ攻められてからめちゃくちゃ走ってるのに2枚残しをしたというね、そんなのでも勝てたっていうのは多分絶対勝ってやるっていう風な、あの時もうすごい一体感だったと思うんだよね。なんかそれがあのどのぐらいの気持ちでさせるのかっていうのってすごくあの勝率とか勝ち点を積み重ねる上ではすごく大事になって、もちろん相手だって本気でくるからそれだからこそすごく難しい部分はあるけど、こういう風に一丸となることがね大事だよねっていう、超大事だなってめちゃんこ思ったっていう話になるよっていう YouTube、 それもあのリンク貼っときますあれはすげー見た方がいい、すげー熱い、ちょっと面白い。そして監督はね、まあチャンスギこと杉田亜美選手とは結構もうね関係性できたなと思うけどまだちーちゃんこと石田千尋選手とはまだこれからっていう雰囲気のちょっとした距離感をね、あの見れるっていうところがあってちょっと楽しい。燃えてる燃えてる、うん、まあ、でもこれからですから、そうこれからこれから、なんかそれも面白いね、スタートしたばっかり。なんか昔一緒にやってたから名字知らないとか言ってたもんね、うんねうん、ずっと下の名前で名字なんだっけって思ったんだよね名字なんだよ、うん、面白いねそういうのもね。これ下に落ちてるっていいんだ。ああこれね下ね焚き火シートね、あの結構燃えないの、いいね、それが焚き火シートなんだ。消費されていくね。いやそう全部持ってきてもいいぐらい、ね、うん、いやもうこれ出すのがめんどくさくてさ、まあね、はい、まあそんなだなって思いましたね。あとなんだろうね、あと思うのはそのね動画内でねもう言ってたんだけどね、やっぱりトップチームとの絡みが本当にないよねっていうので、そうだよね、あのそれが確か5月3日の愛の神戸戦で、次は5月7日に試合があるんだけど、その日はトップチームはビッグスワンであってレディースはいじみのであるっていうね、だからすごくない？いじみの確か10時で多分トップチームだったら2時だと思うんだ、おいおいおい、じゃあそれ10時からビッグスワンでやれよっていうんで、そうだよね、そうしたらいいじゃん、ダブルヘッダーでやろうよっていうふうにめちゃくちゃ思ったっていう話、もったいないよね、まだ何なんだろうね、そこら辺がね、そこなんとかしてよ、つながりが持てるとね、ほんとなんとかしてよ、もうみんなで新潟県のスポーツを盛り上げようっていうんで、アルビレックス新潟っていうのは同じなんだ、まあ、会社はね、なんか違うんだかなんかあんだろうけどさ、ね、なんかどうすか、そこんとこ、そうだよ、同じサッカー選手としてさ、そう、どうすかっていう話、マジこれ燃えの早っ、もったいないよ、そう、なんか今年はどうなんかなってね、ないかな、まあね、もう WE リーグはさ、先に秋春制なってるからね、そうだよね、まあ、WE リーグの秋春制っても、ね、8月の後半スタートだけど、まあ、チーム数が違うからね、あ、まあ、そうか、なんかそれで先にやって分かんのかっていうのはあるけどさでもまあその時点でもやっぱり雪での、ね、延期はあったんだよね、でも雪での延期なんてもう最初から織り込み済みだよね、 J リーグももちろん、そういうのはきっと1試合か2試合ぐらいあるだろうっていうのはあるだろうし、実際だって今この夏だってね、雨で延期もあるんだから、自然環境には勝てないことは分かってるからね、うん、そう、そこの部分も踏まえてね、どういう風に秋春制
まあジェリーが言ってるのだともうがっつり夏じゃんっていうのね、まあ、暦の上での秋っていうんでしょ、立秋が8月の頭にあるからっていうのなんでしょ、ね、いやその話してねえよっていう部分だよねこっちからすればね。もうだから選手 の考えなんでなんでいけないこの話してんのか分かんないね。まあ分かんないけど、あそう、ウィーリーグは、うん、あのもうそっち移行してるから、あの、ね、ダブルヘッダーとか難しいかなっていう、うん、でも今からそこの部分なんとかできねえかなって、うん、いやなんとかなったらすごく面白いと思うよっていう、ぜひともね考えてほしいよ、枯葉を面白いよっていう話ですよ。もっとね今後、うん、男女であの交流会そう、こういうのがね、あるとめっちゃいいなと思うんですよね。ファンサ？なんだっけ？ファン、あの感謝祭とかね。あ、感謝祭、そう。なんだったっけね。あれ、サンクスフェスだったっけ？そう。今年はあれ延期になったけどさ、あの延期になったんだし、みたいな。ねえ、タイミング合わせて。ね、そう。レディースは難しいかもしれないけど、なんとかできたらいいなって思ってます。本当に。ねえ。うん、まあそんなかな。あとなんかトップチームで何かありますか先生は。トップチームですか。トップチームね。まあ今求められるのは本当質だね。昨日のでは。あとは本当前半であそこまでな。昨日初半はね、湘南の時は。ちょっとね。すげえ。もったいなかったよね。湘南のスカウティング通りって感じだったんだろうねかなと思うんだよね、あの試合は。なんか本当アルビのここを潰せば、うん、でこういう風にするとパスコースはここになるからっていうので、でサイドにやったらもう追いやられるって分かってるからサイドにはそんなやってこねえだろうみたいなね、うん、ねえ、昨日もあれ心臓部となるさね、ボランチね、ボランチのね、星くんとヤンはね、結構前半は消されてた感じがあったよね。そうなんだよね、ちょうどね、AED 講習受けた後でね、心臓マッサージをね、前半のうちにね、やりたかった。そう。ちょっとあれだと、痙攣を起こしてる状態だから、AED がきっと効いたんじゃないかなと。助けたかったよ。そう、特に昨日とか暑い日とかは、あのね、水分補給がある、給水タイムがあるからさ、その時になんかできればなーって修正ができればね、そう、修正力がね、なんかちょっと欲しかったよねって、やっぱり前半は本当にあのこっちは全然あのなんだあれがね、あの、得点できそうだっていうシーンが、多分あのミトちゃんのミドルフライしかなかったんじゃないのかなって。逆に結構うちがもうちょっと動けてないから、うん、その隙を狙ってね、相手がガンガン来てたもんね。簡単にね、あんなにねされたもんね。ちょっとあっけなく取られちゃったよね。あっけなく取られたのが2点だもんね。それで2失点はきつかったよね。でも後半になったらどうっていうね。そう。こうなってよし君入って。まあ、ヨシ君が入ってどう変わったのかの話を俺ができればいいんですけどね。できない。できないと、ね、そんなせんね。でもまあ、あっち寝てんのかな。あれもう帰った。電気ついてない。あ、でもついてる、ついてる。あ、ちょっと小声にしんばかもしれない。でも結構遠いから聞こえるわけねえか。まあ大丈夫だね。これだとすげえ離れてたよね。ここ8メートル離れてるからね。取れてるか。声がね、うん、あ、そもそもそこもあったね。これで声取れてなかったでは、声でもコロナで拡大できる。あ、そうなの、ね、うん、拡大っていう表現で あってんだっけ、まあ、声は大きくできる。上げる、なんだ、うん、声を、ボリュームを上げられるから大丈夫。なるほど、うん、でもこの時のボリュームを上げるとかめんどくさいからもちろんしないけど。すごいちっちゃいかも。うん、ちっちゃかったらボソボソだったらまあなんとかね。ただね、こっちに向いて話さなきゃいけないもんね。俺途中でこう言ってる時とか全然聞こえないね。まあいっか、そこもね、それも含めてね、あ、まあ自然派ラジオ DJ なんで、どうもよろしくお願いします。お願いします。 See you next week, bye bye ってね。まあまだまだ終わんねえよってね。まだ終わんねえよってね。はい、ちなみに今何時ですか。10時。はい、10時前ですね。はい、すごくないですか。初めての9時過ぎです。
そしてはい空を見ます、はい、さっきより見えんじゃない。さっきよりは雲はちょっと晴れましたが、ほぼ真上以外は雲に覆われております。ありがとうございます。ありがとうございます。もう終わるじゃん。終わるね。やったね。早い。いやーすげー早い。すげー燃える。若干怖かったぐらいだけど。燃える燃える。はい。ちなみに今日も、キャプテンスタッグさんのを提供して終わります。こちら、キャプテンスタッグさんの何だったかな。ヘキサグリルだったかな。焚き火台ですね。の M サイズ、うん。これはただでかい方が良かったです。大は小を兼ねます。完全に。ちっちゃい木、こう例えばこのでかい木だと出るんすよね。出ちゃってもう乗せ方もこう斜めでも折っちゃから大は小を兼ねます。絶対大の方がいいです。大の方が焚き火もっと楽しめますね。そうコンパクトでね、ちっちゃいのもいいんだけど、そんなに大きくやんないだろうしみたいな感じで、なんとなく M みたいな持って、やっぱミカさんの M だからそれにしたんですよ。そうしたから、まあ、ほぼほぼミカさんのせいなんですよね。そう、それがなければね、L を選んでた。生活が曲がってんだよ。そう、品曲がってるんで、やっぱり使い勝手っていう部分ではがっつり L の方がやりやすかったです、という、キャプテンスタッグさんを提供して今日もお送りしております。はい、ちなみにこれを今、スマホを置いてる台ももちろんキャプテンスタッグさんの提供、そして今座っている椅子もキャプテンスタッグさんを提供してお送りしております。キャプテンスタッグさんを提供、これがポイントですね。はい、勝手に宣伝キャプテンスタッグ鹿番長さんですよ。すごいですね。はい、こういうスタイルどうですか、キャプテンスタッグさんを提供というね。まあ、いつもは亀田製菓を配ってるおじさんですし、しかも亀田スタッグ製菓の社員ではない。そうですね、はい、人が勝手に亀田製菓を配っております。はい、この間昨日はナミックスの社員、ナミックスさんの社員の方に亀田製菓を配るという快挙を成し遂げた男でございます。ありがとうございます。あ、配ったんだっけ。うん、あの人あげてきた。今ナミに亀田製菓あげてきました。柿の種を。ナミさんいけるよね。喜んでたかしら、多分。半分困ったかもしれない、ね、困ったかもしれない、ね、でも暑いでしょっつって、暑いから塩分取ってねっつって塩分取ってねで亀田製菓を渡すという、やっぱりねそういうところがね大事。塩分も必要だけど、うん、カロリー使うからね。そうだね。うん、波なんか毛深いから暑いんだって。大変だよね。大変だから。そうだそんな感じの話をしたりしましたよ、うん。まあトップ男子トップで、なんかミカさんトップですか。やっぱこれからの期待はなんだろうね、やっぱり。なんだろう、まあ理想の部分でどんどんうちらは話していかないといけないっていうのでいくと、やっぱ工事を極力ゴール近くでっていう部分はね、やっぱ常に考えたいよね。やっぱりよく工事がサイドにまで降りるとか、結構後ろまで降りてくるっていう部分のとか、もちろん相手がすごく中を固めてるから、そういう風なところで一人それでディフェンダーを連れ出すっていう部分の役目もあると思うんだけどね、極力ゴール前で勝負できるようにさせたいよ ね。そこまで持ち上がっていければね、うん、そうで、ゴール前でのそのワンタッチ勝負みたいなのね、さっき札幌戦だよね、あれが最高。あ、札幌戦ね、うん、あれよかった。うちが名古屋戦でやられたやつね。うん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 、札幌戦でうちがやったのを名古屋戦でやられたんだよね。あのポケットをどういう風にして作って開けていくのかっていう、そこをやっぱり使えれば、やっぱり絶対にゴール前のところで勝負できていれば、工事がそこに絶対走り込めるから、そうなったらもう相手のオンゴールも可能性あるし、すげえ、やっぱああいうシーンをどれだけ増やせるかが本当に大事だよなって。そうだよ
ポケットをいかに作っていくか、うちもやっぱり後ろ固めてもそういう風に狙われる時だって絶対あるから、うん、ねえ、あれ良かったな、あのシーン、あれ最高のゴールだよね。いや、ああいう感じでもっと切り込んでってほしいなとも思うけど、ね、そうなんだよね。なんかちょっとまた、ね、なんだろうね、消極的な、ちょっとまたね、消極的な感じがあったりするかなって思う、なんかもっと自信持ってやってもいいのになって、うん、行く前なんかほら、スタジアム入る前なんかさ、すごい気合い入ってよっしゃーってなってるじゃん、試合前さ、うん、そうだね、インサイダー見てたでしょ、インサイダー見ててね、そうだよね、そうなってるからね、あのまんまでね、ガンガンいっちゃえばいいんだよ、もうね、なんならね、空回ってもいいから行けばいい、やっぱりその行くことによって、空回っても歯車がガチンってあった時って行ってドバーンって行くわけだから、それまでも終わってるんだからね、一人でも飛び出していけばいい、そう、最初から歯車を合わせようっていうよりも、俺に合わせろっていう部分のとか、そういうプレーをね、ガンガン出していく人が増えてくれば、すげえ面白いかもね。みんなが主役で、そうそう、みんなが主役、それぞれでも俺が主役になるんだっていう部分でね、うん、そうね、そう、そこでやばー、すごい、そういうのがもっと多分ね、男子トップはそれが出てくると、なんだろう、それ出てないのかな、やっぱ出てないようにも思っちゃうんだよね、こっちから見てるとね、うん、なんかもっともっと俺が俺がっていう部分の、行きたいけど、うん、まあ行けない部分もあるのかもしれない、多分ね、その選手視点だとね、あ、今は行ったら取られるとかきっとあるのかもしれないんだけどさ、うん、でもなんかどっかで、なんていうんだろうね、無理めでも行ってもいいと思うんだけど、ね、そう、こっちがピッチャーピンチにならないんであればガンガン攻めていいんじゃないのかなって思うシーンもあるし、まあ、まあ攻めたら怒られるのかもしれないけどね、多分サッカークロートの人からしたら、いや、うんざんことできねえんだ、いやみたいなシーンはね、きっとあんのかもしれないけど、でもさ、最初の時点でさ、うん、一番最初だよ、うん、出だしとか、うん、そのなんか最初の15分でも20分でも、うん、なんかそういう仕掛けて、うん、無理めでも行く方がチャンスあると思うんだけど ね、 ね、 ね、個人的にそうだよね、湘南のコンセプトで言えば、あのコミちゃん の、 あのドフリーでドカンだったけど、ああいう風なのとかね、そうそう、ああいう風にもっともっとね、行ければね、うーん、いいよね、今回はちょっと疲れもあったのかな、疲れあっただろうね、コミちゃんがちょっと動けなくなったよ ね、 ね、パフォーマンス後半すげー落ちたもんね、うん、いつでももっとガンガン走ってた感じだったのに、今回はちょっとね、あれだけ毎回毎回走り込むってのもね、言ったんだろうね、なかなか、うん、まあ、そうさせないようにできたら一番 ね、 ね、 いいけどね、これ折るか、めんどくせえな、いいんじゃない、もやしって、ね、ここで折って立たないんだっけ、うん、立たないから落ちたら拾って中突っ込めばいいね、うん、それでそうだっていう風になるから L がいいんですよL サイズ、すげえな、これでとりあえず一気にあれだけは燃やしたいのは燃やせたから、うん、早いね、早かった、うん、これからあんまり足すぎると終わんなくなっちゃう、大変、明日仕事だから、そうだね、まあそんな講習会だけで午前で終わるけど、うん、まあそんなだよね、男子トップチーム楽しいね、楽しい、でもあの昨日が1ヶ月以上ぶりなのかな、男子の応援だったんですよ、現地、ほうね、ホームはいいね、もうスーパー楽しくて、なんだろう、もう気持ちよかったですね、よかった、本当に頭おかしいんじゃねえかになるんじゃねえかと思うぐらい変なテンションになっちゃって、スタジアムに来ただけでこうすごいパワーをもらった、ニヤニヤしちゃう、本当に疲れが吹っ飛びましたね、うん、すげえよかったよ、うん、なんかね、にやけちゃうね、にやけた、やっぱりね必要だよね、うん、こういうね、何なんだろうな、
アルビの選手もはまだは選手だと応援される側だから分かってないかもしれないんだけど、サポは応援をすることで元気になる時もあるんだよね。そうね、声出してさ、本当にだから本当になんか頑張ってる人を頑張れって応援してるとなんか自分も頑張れちゃうみたいな。頑張らなきゃ俺も頑張ろうってなるから ねすげえこれね、あるよね、いい効果だね。いい効果だよ。だからその応援するチームをやっぱりね、やっぱ応援したいね、ずっとこれからも。はい、っていう話。いいです、そんな話、うん、いやー暑い焚き火、暑い、今日すげー涼しいのね。そうね、風はすげー気持ちいいよ。 風ね、風はすげー気持ちいいけど超焚き火、暑い、ついやーついやーって感じです。まあそんなね、あのすんごいくだんない、たまにはこんなね本当にただのフリートークっていうのもね、どんどんね作っていきたいわけですよ。なんでこれを作ってるのか分かりますか。この話最初にしなきゃだったね。あのね、収益化できたんですけど、収益振り込まれるまでの一定金額っていうのがあるってことを知ったんですよ。まあそりゃそうか、振り込み手数料もあるしねと思って。それがでかい、ちょっとね、すごい、あ、そこまでか、いや振り込まれんの数ヶ月先やんっていう風になったんで、ちょっとこんなフリートークとかも上げておいて少しでもそこ加算させていかないといけないっていうのが分かったんですよ。寄付できません。そう、寄付ね、スタートしにっすわっていう話。まだまだね、まだまだ遠いね、道のりは先、遠かったっていう話、先一緒に心配だったね。でもそう、この YouTube は基本あの編集をしないっていう部分でやってるんで、こういう風な感じでございます。はい、まあなんでこれからも気長に気軽に気楽に聞いてください、ちなみにゲストいつでも入れます。お待ちしてます。どうぞ。ここまで聞いてくれる人は多分相当なフリークなんじゃないですか。レアですね、リアだと思いますよ。何ですか、素晴らしい、はい、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ぜひあの友達とかにも教えてね、ね、みんなでチャンネル登録と、とにかく再生回数回して回して回しお願いします。そんな感じかな。はい、何かありますか先生、最後に。最後にですか、はい、特にないかな。ちなみにミカさんは先生って言ってますけども、特に先生じゃないです。うわ、びっくりした、花火、うわ、あっちでおっかない人が花火あげました、はい、10時です。ちなみにキャンプ場では10時ぐらいを過ぎたら静かにしろというルールがあるって聞いたことがあります。まあもちろんうちらは焚き火でずっと喋ってるからどうでもいいんですけど、まあそんな感じ。ちなみにここら辺でキャンプをしてる人は多分いません。いないね、あそこにいる花火の人たちだけかなと思います、怖くて絶対あっちのトイレに行けない。怖い、よかったね、もうよかった、トイレ行ってきて、そんな感じ。じゃあ今日は以上です。お疲れ様です。お疲れ様でした。バイバーイ、バイバーイ。はい。